アーチャー軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9054人であり、2000年の8854人から2.3%増加した。軍庁所在地はアーチャーシティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アーチャー軍は1858年に、 ファニン軍下分離して設立され、軍名は、テキサス共和国のコミッショナーを務めた、ブランチタナー・アーチャーにちなんで名付けられた。アーチャー軍は、ウィチタ軍を呼び、クレイ軍と共に、ウィチタフォールズ大都市圏を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は926平方マイルであり、このうち陸地910平方マイル。 水域は16平方マイルで、水域率は1.74%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーチャー軍の教育は、下記の教育学区が管轄している。ミガヤグル独立教育学区が一部を管轄していたが、2006年秋に閉鎖された。面積32万エーカーのラエスカレラ牧場のシーモア地区は、ベーラー軍 シーモア市の北とアーチャー郡内にある。シーモア地区は3万4000円以ーーあり、以前に、クロード・コワン・シニアのトラストが所有していた時は、クロスバー牧場と呼ばれていた。この牧場は2005年1月に、ジェラルド・ライダー家とライス・カレラ有限共同会社が購入し、シーモアの共同経営者、ジョー・ライダ・グランバーグとその夫、ケイジー・グランバーグが管理している。 エスカレラ牧場はペコス軍の大半と、リーブス軍、ブリュースター軍、アーチャー軍及び、ベーラー軍の一部まで広がっている。アバディンアインガス種の牛と野生生物が豊富なことでも知られている。ありがとうございます。